はいどうも、お茶です。今日はね、いきなりこういう画面で申し訳ございません。まあ、人いなかったんでね、対戦相手見つけた状態から動画撮ろうと思いました。はい、ということで今日も可愛いですね。では相手アクセルの21なんで、プレマカラーみたいな黄色だったんで、かなり強い方と思われます。頑張っていきましょう。結構なんだ、もうあんまり実況中喋れなくなるかもしれないですね。すごいなんか最近集中してるんで、じゃないともう勝っていけないですね。ここら辺からはもう猛者ばっかなんで、ここら辺から割り込まれるな。いやもったいね。リバーそこで使わされたのでかい。おーうまい。こういうことっすね。こういうの青段じゃ全然やられなかったんで、これはチャンス。さあここでどうするか。わあ暴れてくるな。これ見えないんだよね。あー弁天ね。オッケー。危ね。ここでどうするか。投げれなかった。いやこれ決まってないんで。あーもったいね。スタンエッジ期間が出なかった。出たら多分勝ってた。いやもったいね。 OK で弁天読み当たっていくからの、ここでアスに甘えていきましょうか。サブ立っている。これダメですね。テータだったら勝った。こういう中途半端な選択がね良くない。もうやってこないでしょ。バーター下手くそかな。しかし地上戦やっていかないとな。OK これ隠ってる。さあここどうするか。 OK 当たってくれた。なんだろう、バックステかな。結構なんかプレマカラー黄色にも最近噛みつけるようになってきましたね俺。前だったら絶対ねストレート巻きとかしてたんですけどね。最近はもう、あーダメだ、飛びすぎてる。それ見えないんですよね。ダメだ、勝利も出ねえ。ああ弁天ね。隙間あったら多分弁天してくるからなんで、まあガード多めで、ガード多めっつうか、まあ、攻めてる時も油断しないでね。この方すげえ対戦してる。2102回ぐらい対戦してるね今ね。ちょっと飛びすぎてるな俺な。あとテーダーを投資してる。投げ角、どうしよう。ダスト出されそうなんだよなやっぱりな。ダストダメっすね。やべ、呼んでいるからのここ弁天やってこないか。投げれないか。クッソ使っていく。ダメだな、落ち着こう。いや多分そんなね、ボコられるほどの実力者ないと思うんで。マジで弁天やってこないな。やってくる。なんか暴れてくれた。もったいないことしちゃったな。OK 読んでいる。ああ今クッソもったいね。どうしよう。
たまにはセバーでは巻いていくか。あー投げうまいな。これ巻きたかな。距離取って一回。どうしよう。削られたか。あーもったいね。連戦削り能力半端ないんだよな。はい、ということでね、ちょっと惜しかったですね。まあ負けた原因としては何だろうな。まあそんな立ち回り面とかでは負けてなかった気がする。で、まあ何だろうな、何で起きたんだろう。まあちょっと考えても分かんないんですけど、まあ後でちょっとリプレイ見返してね、負けた原因とかね、いろいろ見てみます。ということでご視聴ありがとうございました。失礼します。